アルス戦艦も。立派なアルスじゃの。これもインビディアとの再戦に向けた帝国の準備の一つというわけか。見てあそこ、ホムラの言った通り根が搬入口の下まで伸びてる。本当だもん。この下から回れそうだな。行こう。はい、わかったもん。ですもん。何が出るかなっと。どれどれ。何が出るかなっと。結構高さがあるな。待ってて。まずはホムラから。引き上げるから捕まって。ないやつじゃの。そうだもん、デリカシーないもん。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくて。確かにドラより重いもん。でもそれは立派に成長してる証拠だもん。いいことだもん、すっごくいいことだもん。花が引き上げますもん。さあ、捕まってくださいもん。力だ。花は人工ブレイド。このくらい楽勝ですもん。ゴンザレスだって引き上げられますもん。どれどれ。返り討ちじゃ。はっ。ぐるぐるー。待ってみたい。
っかり、アンカーショット。あっ、トラに任せたらしいの。ワリアー、そうだ、もうフラフラサポートだもん。いいね、ブルブルー、ダブルスピンエッジ。痛いもん、伝わってくる。あ、俺も同じ気持ち。もう頑張るですもん。ここでくじけたら、アンカーショット。あっ、オッケー。ここから、はい、行きます。止めてみせます。サンキュー。はっはっ、たっはっ、ソードバッシュ、ダブルスピンエッジ。はい、カイトレックス、身を守れ。パワーチャージ。いいね、いいね、みんな気合入って、手を差し伸べられる。アサドさん、ガトリックさん、身を守れ。ちっちゃん、心配しすぎだよ。全員任せてほしい。ノア、そうや、いいね、俺たちの勝ち。トラがいれば百人力だもん。到着。やりましたね。お手並み拝見。俺だって。横目。ずっとボイスです。俺だって。俺だって。やらせるかよ。おとなしく拾ってんだ。やらせるかよ。アンカーショット。俺だっておとなしく拾ってんだ。やらせるかよ。横目。もふもふ。逃げます。おとなしく拾ってんだ。どんなもんだ。このまま気を引き締めて。おとなしく拾ってんだ。ダブルスピンエッジ。ほら、相手でも。オッケー。ご主人を守るですよ。おとなしく拾ってんだ。いいぐらい。はい、行きます。横目。おとなしく拾ってんだ。なんの。おとなしく拾ってんだ。ドリル。俺たちは誰も止められない。ここまでか。ご主人、右腕がうまく動かないですもん。待ってて、花、すぐに調整するもん。頑張りますもん。ご主人、この辺りのどこかにブレイドがいますもん。花、そんなことがわかるのかも。はい、何かブレイドの波動って感じですもん。なんだかよくわからないけど、白子がいるのかな。片っ端から開けてみましょう。火傷とかしてませんか。ホームラ、火が強すぎだよ。ごめんなさい、加減が難しくて。ホームラ様、レックス様。おお、無事じゃったか、ビャッコ。よかったもん。ほら、ご主人、やっぱりここにいたですもん。アルス様と、どちら様ですか。ビャッコ、いきなりで悪いけど、ニアがいる場所わかる？もちろんです。私と同調したたった一人の方ですから。助けに行こう。処刑なんかさせるわけにいかない。はい、お願いします。俺たちの力、見せてやろう。さっさとやる。
つけてご飯にするもん。おとなしくしろってんだ。4個目ペコペコだもん。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。パワーチャージ。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。ここまで4個目お前の相手は強いです。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってやらせるかよ。花バリア花そこだ。4個目やらせるかよ。どれぐらい待ってほしい。もうさすがですね。オッケー花バリア気持ちでやらせるかよ。あっくんなります。おーグングン。俺だってここからがやらせるかよ。アンカーショット。あっ勝ったー。はっやらせるか。あっわーよっと。ハナ、すぐに挑戦するもん。頑張りますもん。最善を尽くすことからじゃ、レッテス。黙って見てなって。はっ、やらせるかよ。お前の相手は花です。はっ、やらせるかよ。痛いもん。俺だってアンカーショット。やらせるかよ。勝ったいいね。やらせるかよ。そうも、そうだ。俺だって。もう、このまま気を引き締めていきます。ああ、俺も同じ気持ち。夜になっちゃったもん。ご主人、一日お疲れですもん。うふう、世界にはいろんな場所があるもん。ここで一休みでしょ。よし、やってやる。トラとハナのコンビは無敵だもん。いいよ、相手になってやる。やってみせる。排除する。そのまー排除する。お前の相手は花ですもん。おとなしくしよう。このまま気を引き締めていきます。心強いね。排除する。排除する。トラに任せるだけに。やってみて。やらせるかよ。ご主人を守って。おとなしくしろってんだよ。やらせるかよ。俺だって。排除する。やらせるかよ。俺だって。俺だって。やらせるかよ。おとなしくしろってんだよ。4個目おとなしくしろ。やらせるかよ。イーグルアイ。4個目そのままおとなしくしろってんだよ。ありがとうだもん。おとなしくしろってんだ。間違いありません。あそこです。なんだ貴様ら。テロリストの仲間か。仲間だけど、テロリストなんかじゃない。よっちゃ、見つかったか。やらせるかよ。俺だって。お前の相手は花です。やらせるかよ。相手に集中。了解だもん。イーグルアイ。やらせるかよ。やってみてる。守るですもん。おい、そんな。アンカーショット。やらせるかよ。アンカーショット。おい、主人を守るです。アイドス。やらせるかよ。エッチ。おとなしくしろ。やらせるかよ。アイドス。勝った。ダッシュ。やってみてる。やらせるかよ。アンカーショット。アイドス。おい、そんな。やらせるかよ。アイドス。消えてくれ。行きます。俺だって。ハイダス。リバルト。やらせるかよ。大丈夫です。ありがとう。ハイダス。ここからが本番です。うん。俺たちは誰も止められない。ハイダス。アンカーショット。ハイダス。ダブルスピンエッジ。ハイダス。
排除する。総動バッシュ排除する。ハッ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 排除する。いいね、決めてくれ。排除する。助けに行きましょう。いいね、排除する。ほら、朝だぞ。もう朝も。おとなしくしろ。これで見せます。イエッジ勝った。排除する。アンカーソフト。ナイスも。だよね、排除する。いいね、あいつどこ行くぞ。やってみせる。気をつけて。確かに排除する。フレイムノバ排除する。かっこいいとこ見せるもん。おとなしくしろ。うわっ、アンカーショット。パワーチャージ排除する。ナリアドリル。ハナ、ありがとうだもん。やってこい。ソードバッシュも排除する。ダブル BH。 ナワンチも勝った。いっけー、排除する。フレイムノバ、なんかムキムキになった気がするもん。大丈夫か、ニア。レックス、あんた遅くなってしまい申し訳ありませんでした。いいんだ、誰も来てくれるはずないって思ってたから。そんなわけないだろ。助けられたら助け返せ、サルベージャーの合言葉その2だ。あんたらしいね。兄貴、脱出ルート見つけたもん。急いでも。ノボン族？お力を貸してくださった新しい仲間さ。よろしく。さあ、こんなところに長いは無用じゃ。脱出するぞ。お宝回収。いっけね、先手を取られた。俺だって。相手はカナですもん。あいつに集中。やらせるかよ。了解だもん。了解。俺だって。アンカーソフト。やらせるかよ。チャージいいじゃん。ハオも。おや。主人は守るです。やらせるかよ。ありがとう。チャージいいじゃん。ほら。このまま気を引き締めていきます。どうしよう。やらせるかよ。回復しましょう。はっ、くるくる。やらせるかよ。いきます。ありがとうございます。俺だって。いける。やらせるかよ。いいじゃん。だよね。力をがらが本番です。アンカーソフト。急いだな。いや俺だって。気合入ってるね。やらせるかよ。アゲアゲになってきてるぞ。はっ、くるくる。ダメージ。背中で休んでいいんだか。もちろんです、お嬢様。私の背中はそのためにあるのですから。
お手並み拝見じゃな。おとなしくしろってんだ。これは大変ですもん。おとなしくしろってんだ。はっ、あいつどこ行くでしょう。 あいつに集中。おとなしくしろってんだ。了解だもん。このまま気を引き締めていきます。おとなしくしろってんだ。引かない。おとなしくしろってんだ。アンカーショット。急いで。いいね。おとなしくしろってんだ。いいね。だね。横目。ミエッジ。ここまでか。心強いね。見たんじゃないか。ゴルトムントの桟橋に停泊してただろ。シンたちの黒い船だよ。あのすごいやつか。アルス船じゃないんだよな。詳しくは知らないけど、そうみたいだな。すごいもん。トラも見てみたいもん。もう見られる機会はなさそうだけどな。イーラの連中に再会しない限りは。ももも偶然見たくなくなったもん。ご主人、心変わりが早すぎですもん。モノケロスもすごかったけど、このアルス戦艦もすごいよな。だよね。見たことないものばっかりだ。ふふん、このアルス戦艦はスペルビア帝国の最新技術の結晶も。一般人は中に入らせてもらうことさえできないもん。最新技術って言ったってサルベージした技術を利用してるだけだろ。いや、独自の改良を加えて使ってるみたいだ。ほら、ここに埋め込まれた機械だって元がわからないくらいいじくられてるしさ。それはアルスの神経へ信号を伝達するための制御番号。ここからアルスのあちこちにケーブルを取り付けて情報別に信号の制御を行ってるもん。すごいじゃないか。このケーブルだって従来のものよりも伝達速度は 2.4 倍、容量に関しては12倍も。他の国で使っているようなものとはレベルが違うぞ。じゃあこれを小型アルス船に乗せたらものすごい効率が上がるな。へっへん、その通りも。なんか2人ですごく盛り上がってるけど、私にはちんぷんかんぷんな。花はどう思う？
そうなのか？花には多種多様な知識が記憶されていますもん。ご主人の趣味もあって、特に機械に強いですもん。だからあの二人の会話には余裕でついていけますもん。というか本気を出せばあの二人以上に熱く語れますもん。そうなんだ。私なんか肩身が狭いな。大丈夫ですもん、ニア。花はニアの好きな蒸し料理の話題でも盛り上がれますもん。花は優しいな。けど私が好きなのは蒸しじゃなくて魚料理だからな。あ、ごめんなさいですもん。データベースを更新しておきますもん。ご主人が適当に設定したから間違ってる時がありますもん。どら、誰が虫が好物だって。もも、殺気を感じるもん。兄貴、早く先へ進んだ方が良さそうもん。ここにいると危険な目に遭うもん。そうか。ほらほら、早く行くもん。出てられるもん。そうはいきませんよ。イーラのテロリストを捕らえたという実績が取り逃がした汚点になってしまうのは困るの。水玉色のコアクリスタル、お前は天の聖杯。いまいましいけどメレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている。お前もホムラを狙っているのか。お前も当たり前でしょう。天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る、アルスト史上最強なブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。だから私は聖杯を手に入れる。完璧なサンドラッパーよ。最後は論理が飛躍してますもん。おあいにく、私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞホムラ。はい。リンクス、油断するでないぞ。ちっちゃうこと落ちるなよ。叩き潰す。
再生するけれど、ドライバーが死んでしまえば元のコアに戻ってしまう。だからブレイドが盾になるのが当然だって。あんた最低だね。体の傷は再生しても心の傷はなかなか癒えないんだよ。私にはブレイドの気持ちがわかるんですね。お優しいドライバー様もいたもんね。
なぜこんな子供たちに聖杯を手に入れて本国へ凱旋。気を失ったようじゃの。ニアを処刑しようとするからだ。違う、こいつらは私を本国へ送ろうとしてた。レクセ、罠だよこれは。罠？じゃあニアが処刑されるって触れは嘘？兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。追っ手が来る確率は高いですもん。そうじゃな、急ごう。まずは町の外へ逃げるんじゃ。よっしゃ！やったもん！匂いは花でもわかりますもん。新しいことできますもん。花の機能が良くなりますもん。日々の積み重ねの賜物ですね。必要な時はいつでも声をかけてください。まだまだ成長するよ。見つけた。おめでとうございます。この炎は、あいつか。今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ、スペルビア帝国特別執権官メレフ。帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイド、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。待ち伏せされていたみたいですね。どうりでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレックスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いただっていい加減なことを言うな。
知らないのか、500年前の聖杯大戦での出来事。三つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを三つも。すべて歴史が語る事実だ。分かったぞ。ホムラを戦争の道具にするつもりだろう。誰がそんなことさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら。力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいやだ。ならばその意志等しく力で見せてみろ少年。わしが500歳若ければの。黙って見てなしで。よし花で助かる。もふ星やを守るぞ。もふもふなさやを守る。引き締めていきます。アンカーショット。お前の相手は花です。
クロウェイブ勝ったご主人を守るでしょ。ローリングスマッシュ、ヒーリングハイラー、どこ行くでしょ。どうした、君の意志の力とはその程度のものか。ホムラは渡さない。聖杯とか力とか、ホムラを物扱いしてるお前なんかに。ホムラには行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。同じことしかできないとはな。天の聖杯といえど、ドライバーがこれでは。メレフ様、お気を抜かれずに。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だが、あれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。あの二人、すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火、火は水に弱い。水、あった！みんな！あと少し走れるか？よし、来い！逃げるか？ホムラ！最大火力いける？はい！あと2回くらいなら十分！いっけー、芸がなさすぎるぞ少年。そう来ると思った。ハナ、頼む。了解ですね。貯水タンクだと。狙いはそれだったか。
心外だな。何がです？このメルフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。機転も利くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか！天の聖杯、あの少年と共にあるのなら解き放ってみるのもまた一興か。メルフ様、いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。追ってこないようですね。うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラもハヒハヒも。じゃあね。お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え？約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラを。楽園の存在が証明されれば、そんな争いもなくなるかもしれない。でもさっきメレフってやつと戦って分かった、俺の力だけじゃホムラを守れない。ニアはドライバーだろ、力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？ホムラから故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいるなら楽園だって、だろ？なんだよその毛布みたいな三段論法は。ったく、短絡的っていうか、お人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけてある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です、お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら私らだって。巻きすぎました？いや平気、全然平気。こんなに回しても痛くも痒くも。痛いんですね。ありがとう、だいぶ痛みも引いてきたよ。ニアが調合してくれた薬のおかげですね。
ホムラも怪我？大丈夫？大丈夫。かすり傷ですから。やるよ、俺が。ありがとう、レックス。いいさ、このくらい。さ、できた。どう？うん、いい感じね、レックス。同じですね。え、ああ、うん、同じだ、ホムラと。起こしてくれた焚き火だからかな。ん？あ、いや、その変な意味じゃなくて、焚き火を起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。